お忙しい中、どうもおはようございます。で、皆さん和食が難しいと思ってらっしゃるけど、本当は世界で一番簡単なのは和食なんです。例えば、出汁を取るってことが難しいんですよねって言うけど、そんなに難しいんでしょうかねっていうこともあるんです。実は戦前においては家庭にカツオと昆布出汁の文化はございません。これ新しいんです。戦後に作られちゃったんです。でどこから出たか知ってますよね。僕もたまに出るんだけど、タタカタカタカタタタって言ってね、NHK の郷土料理からなんですよ。例えばね、カツオ節の塊ってございますよね。削ったことある人いますないです。でもあれを削る前に一晩水につけとかなきゃいけないんです。ほとんどの人はそういう知りません。だからないんだから知らなくていいんです、ね、世界で一番こうインスタントだということがわからない。例えば味噌汁にカツオだしいらないよっていう言う時がよくあるんですけどね。でなんでって言うと、料理屋は水の中に味噌を入れたら美味しくないだから出汁が必要ですよね。それが料理屋の仕組みなんだって知ってました？家庭の味噌汁ってどうしてます？具が入ってませんか？大根が入ってるとか豆腐が入ってる、その具から味が出てくるからいいの。例えばここにお味噌ありますけど、このお味噌っていうのは醤油の何十倍、何百倍くらい旨味があるんです。実は醤油を足す、味噌を足すは旨味を足すっていうことを皆さんは思ってないと思う。ただしょっぱいんだしか思ってなかったはずです。それが私たちの先人たちが作り上げた素晴らしい文化なんです。で、なんで出汁を使うかっていうと、美味しくないからでしょ。美味しかったら入れなくてもいいんですよ。入れたらまずくなることも覚えておいてください。じゃあ一応人通りは出汁を取ることから始めさせていただきますけど、実はこの出汁を取るってですね、インスタントだったっていうの知ってました？ね、誰もこう気づこうとしません。今ここにですね、お湯を沸いてるんですけど、お家の、電気ポットでいいんですよ。電気ポットでいいんです。うちありますよね、なんとかケバルかなんかって、そういうものでいいんですよ。で、なんでこうしなきゃいけないと、プロが正しいわけじゃないんです。なんか皆さんの中ではプロが正しいことをこう頭に入れてるから、そこから脱却できないんですよね。はい、ここに何で入れたか知ってます？出汁を取るから入れたんです。ここに鰹節とですね、昆布入れてると、見てください。これ昆布、あいつもいい加減なことしてるなっていうことで、はい、1リットルに5グラムの鰹節と、鰹節じゃなくて、5グラムの昆布と鰹節10グラム、こんな程度です。これ1分置いとくだけでいいって言って誰も信じませんね。なんていうか、これちゃんと科学的論理でやってるんです。いい加減じゃないんです。なんでこれに入れたか知ってます？温度は80度って温度なんです、ね、100度でやってしまうといけないんですね。なぜかというと、必ずいいお茶を飲むときに湯冷ましに入れながら開けなさいって聞いたことないですか、ね、そのままポットから入れちゃダメなんです。それは100度でも旨味は出るんですけど、80度以上になると苦味、渋みが出るんです。と、今ポットに入れた途端にこの温度が下がってるんです、ね、全然手抜きでも何でもないです。この科学的論理を昔はなんか丁寧に物をしなきゃいけないから難しい教え方もしたんです。特に僕らみたいな職業っていうのは縦の社会だったから、間違ったことも平気であるんです。例えばイワシとサバを煮るとき生姜入れますよね。なんで入れるんですかね。臭み抜きだと。今臭いらしい、この前の日本でもなんか売ってません。スーパーでも、それは50年前の話です。もう素晴らしい時代なんですよね。ですから今度はここにですね、皆さん見ていただくけど、はい、1分置いときました。これでもう出汁が取れてるんです、実は。はい。で、次に2番出汁をここにぐずぐず煮出しまして、でやるけど、それも、もう一回かつお節で、あの2番出汁はまずいです、ね。だからここにまたお湯を今度半分入れればいいんです。ここに、だいたい、今度は、500cc のお湯を入れて5分入れておくんですよ。半分これで取れるんですよ。だから 1.5 リットル取れるんですね。で、次に煮干し、
煮干しは水につけておくんです。煮出さないんです。煮出さないからお嬢ちゃんとか、ね、僕の場合は水槽臭いって言うんですよ、ね、それを一回煮出して後に今度干してもう一回水とこぼれて水から2回煮たら2回取れるんです。でこの取ったやつの煮メイクっていうのがあるんですけど、実はこれもったいないからもう一回使えるんですよね。ボールちょっとお借りできますかね。これは一回水でこしてからもう一回水入れて昆布を入れて煮出してるんです。でこういう無駄なく使える。でこのものを次にどうしましょうか。 SDGs じゃないですけど捨てちゃダメだっての知ってました。なんで捨てるの。これカルシウムですよ、ね、こういうもうこれが先人たちがすごく和食が進んでるってことを伝えてくれた。一番世界で日本が進んでるのに一番進んでないのが和食のようになってしまって不思議な現象が起きてるんですよね。で和食は私たちは黙ってても草木が入る、ね、アラブの不毛の国だって緑化できないんですから黙ってても草木が入ってきて食材ができる。そこにカビが入るからそこで発酵っていう文化ができてきて、ですから皆さんここにいらっしゃる人大体の人私は料理ができないからほうれん草にお浸しに醤油かけたらダメだとかですね。それって誰が決めたんですかダメだって。例えば納豆、豆腐、お刺身全部醤油だけで、それは私は物流ない、腐るものがないんです。例えばヨーロッパは物流が良くなかったら内陸だから全部、私たちは全国海に囲まれてて草木が生えてその発酵、カビが入るところの文化をうまくしたためにこの文化ができたんですよね。そしたらこんなに簡単なのになんでそれをしないのかっていうことで、この鰹節ももう一回こさせていただきますね。2回目にまた取れるんですけど、あ、いいですよ。で、1分でいいですよ、1分。こっちの場合は5分長くつけまして、1回出がらしですからね。出がらしだから5分つけさせていただきました。で、これもほとんどの場合は、昔は佃煮とか、ふりかけとかって、そんな面倒くさいまでするから誰もやらないんです、ね、だからゴミ箱に行ってしまうんですよね。次にどうするかというと、はい、これちょっとです、ね、こういうふうに出汁を取った後刻んで、干し椎茸だったら特にですね、カルシウムというのはビタミン D がないと吸収しない。ですからビタミン D とカルシウムだとか、皆さんこれ今世の中で無駄にしませんよって言って外国から来る日本人って全部進んでたんです。例えば昔ご飯をこれ茶碗を持って食べていただいたら、食べ終わったら必ずお茶をさせてたくあんでこびりつけて、お茶とこびりついたものを飲んで終わったんです。これ今でも仏門に残ってます、お寺さんで。でも、ジジバ臭いからそんなことやめろって言ったけど、日本って一番進んでるんですよ、地球環境を汚さないための。
例えば水道水を使うって地球環境を汚すって言ってました。皆さんきれいにしてるんじゃないんですよ。洗剤作って物を捨てるってことは汚してることなんです。それを使わないっていう文化が私たちにあるんですね。それを出汁を含めて無駄をしないっていうことの中でたくさんあったんですけど、私たちがいつまでかにビジネスの世界に乗せられて西洋とか物を買うことがいい時代に、けど本当はこういう素晴らしい文化がございましたってことに気づいてもらえば、もうそれだけで今日は成功ですよね。はい、ここでこの煮干しなんか捨てちゃダメなんですよ。本当にこれを椎茸とこういうふうにちょっと炒めて緩く、これも一品できるんですよね。体に健康でいい。よく皆さんサプリメントをこう買わなきゃいけないコマーシャルしてますけど、必ずよく読んでください。個人の情報って書いてないですか。感想とか聞かないってことですからね。それより食べて健康になるんだっていうことのことをこう持っていくとすごく素晴らしいと思うんですけどね。で、出がらしだと思いますけど、もう一つすごいのはこれがふやけて柔らかくなったら天ぷらにするんです。硬くないからちょうどいいんですね。年配の方なんかは特にこういうことをされたら他に引っかかんないです。別にエビしか天ぷらはできないわけじゃないんです。このかき揚げにしたら素晴らしいお子さんたちも健康に立つということで、はい、あとはちょっと醤油ぐらいをちょっと足してですね、入れればもうこれで出来上がってます。本当に。で、今日はちょっといろいろお話ししてるんですけど、じゃあ和食って何なのって言った時に、ちょっと皆さんが難しく考えてしまうんですけど、本当はシンプルで自由だっていうことを思ってください。それと西洋から伝えられて日本語にアレンジできる。実はユネスコ文化遺産に10年間かかっていますね。カレーもシューマイも餃子もラーメンも和食だって知ってますか、ね、実はカレーも和食に入ってるんですよ。不思議ですよね。はい、これで一品できます。これ先ほどの二品できたんです。これで醤油だけでいいんですよ。この中に、十分煮干しの中に旨味がまだまだ残ってまして風合いも良くて、ここで、はい、二品できました。ポン酢をつけました。これでクズとは言わせませんね。はい、そんな中でお吸い物を使うときに実は全部計算機でできるんです。味付けって例えば醤油の塩分濃度、これ 15% って決まってます。薄口は 18% で、一番のお酢増しはどのぐらいかっていうと私たちの生理食塩水です。 0.8% 前後、薄口醤油でいくと大体25分の1で出すお吸い物をですね、簡単に言えばそのうどんが20分の1、全部僕は正直言いますけど、本を100冊ぐらい書きますけど、半分は電卓でメニュー作ってます。できるんです、これ実は。で、お味噌もですね、5% か 6% 塩分で決まってるんです。その中でいくと誰でもできる。ね、ところが、なんか料理って難しいねって思いますけど、大体そんなもの簡単にできるんですよ。例えばうどんを作るんでしたら、大体うどんが薄口だけでいくと、20分の1で、でおそばは16分から15分の1。なんでうどんが薄いか知ってます？うどんの方が薄いんです、塩分の方が。なんで？で、簡単な話がですね、なんで薄いかって言いますと、皆さんが知らないよく関東は田舎だから真っ黒い醤油じゃないんです。実
はうどんの中には 3% から 5% 塩が入ってます。お蕎麦には入ってません。そうすると濃い醤油じゃん、力強い出汁がないと食べれない。この間見てください。お蕎麦は細くないですか。うどんは太いんです。これ味付いてるんです実は。だからその濃いのと薄いのの違いっていうことがここに出てきますね。はい、見てみますかね。はい、練り物なんでも全部入れちゃっても大丈夫です。その比率だけ覚えておけば誰でもできます。大阪の美味しい水道水で大丈夫です。
ペプリに入れて、これちょっと見てますけど、水ですよね。後で絶対あの煮ていただきまして、薄く醤油大体15、6分の1、酒が 0.5 これ入れます。ここに、はい、なんか脇も絶対大丈夫ですから、ここにいいですか、豆腐を入れますね。はい、豆腐を入れます。ネギを入れます。わかめを入れます。しいたけも入れます。これで水から沸騰したらそれでいいって信用できますか。これを水から沸騰したら煮魚ができるんです。で、ちょっと皆さん疑問に思いませんか、この煮魚を煮るのにこんなに煮汁が多くてどうするのって。実はこれ沸騰したら水でしたよね。うどんそばのつゆになってるんです。信じますか。だからさっき信じるものは救われるんですけどね。後で沸騰したらちょっと味を見て、あの前の人だけちょっとお見せしますけど、そしたらここで煮物ができて、うどんができる、あるいは雑煮でも雑炊でもいいんです。で、例えば前日に魚の塩して湯通しをしておいてきますね。朝起きたら水道水に醤油をたらたらって垂らされて、水から沸騰しただけできちゃったら、こんな便利なものない。でもこれは実は伝統だったんです。なぜか知ってます？冷蔵庫がなければみんな塩蔵物を作ってきた。その中で皆さん大阪だったら知ってるでしょうけど、千羽汁って聞いたことないですか。千羽汁とかね、大阪の文化が忙しい人は魚のアラをそうして野菜を入れて無駄なくしてきたっていうことですね。それが、できた文化だったんですよっていうことですね。
人が卯の花って知ってます？卯の花っていつの花ですか、ね、おからのことを卯の花って言いますけど、一年で使っている言葉じゃないんです。冬は切らずと言います。でだからその季節季節の名前を使うですから、春に例えば皆さん大好きな竜田揚げって知ってますよね。それいつの料理だか知ってます。あれ一年中使っている言葉じゃなくて、竜田っていうのはもみじのことなんです。ですからフライドチキンも唐揚げも一緒です。本当のことは。ただ季節によって、だから一年中チキン竜田なんて使っちゃいけないんですよ、ね、そうするともみじのことを言うんであって、その以外は違う。で世界最強のスタミナ食が和食にあること知ってました。味噌汁です。鍋をちょっとお借りしましてですね、なんでかというと畑の牛お肉って言われてるの知ってますよね。そしたら 17% がタンパク質です。牛肉と一緒です。でこの中に豆腐が入ります。油揚げが入ります。これもタンパク質です。麩も入ります。そこにわかめを入れます。ミネラルです。こんなすごい文化が私の方にあったってことはすごいと思いませんか。これが、私たちが持ってきた文化なんですけど、はい、今先ほど煮魚今盛る前に今沸騰しました。じゃあこれそのちょっと見てください。これは水から煮ただけです。煮魚が
なければ納豆です。実はこの手法は江戸時代に中山道はいつかいろいろと旅館が全部これを出してたんです、ね、ですから栄養のもとで豆腐はですね必ず包丁で切らないでください。手で崩してこの方がはるかに美味しいんです。これを全部入れたまま、油揚げを入れていつかこうぐるぐる順番にどうかしなくても十分これで沸騰したら味噌汁ができるんですから、こんな世界最強のサプリメントなんか買わなくていいんですよ、ね、プロテインですから。最高のプロテインがこれが和食です。よく最初から味噌汁は一番最後に入れるとか何かって皆さん聞いたことございますよね。実は別に最初から言っても構わない、ね、日本でもダメだとかそういうかあまりにもそれはみんなプロの意識がどうしても強すぎてダメ。例えば簡単な例がお寿司なんですけど、皆さんがお家でお刺身食べるとき冷やごって食べますか。なんで食べないんですか。美味しくないからでしょ。だったらご飯に味付けて生物のっけるの正しいですか。それは寿司屋の正しさであって家庭は熱々のご飯にスーパーの刺身でも絶対美味しいんですよ。だったら熱いご飯で食べようってことの知識を持たれた方がいいと思うんですね。ですからそういうふうに自分我が家の正しさを覚えていただければいいと思うんですよね。ですから難しくもなんともないです。和食って楽しくて美味しくてそこに季節感を入れる。ですから中秋の名月だから今日はススキを見ましょうねとかね、その時によってその鈴のための言葉を選ぶ。ちょっと時間が今いただけないんで、本当は生活を全部楽しむための方法だと思ってくださればいいですね。あとはもし物事という質問があればありますかね。大丈夫ですかね。ちょっと時間がないんでこれで終わらせていただきます。ちょっとだけ回って